おはようございます。はい、おはよう。今日は小屋作り2日目。はい、おはようさん。はい、今日は小屋作り2日目ですが、何や、初日で結構進んだ感じでしょうか。まあいい感じよ。昨日はね、この柱を切って嗅いで、穴を掘って、今日はこれを復帰層ね、柱立てて、で大工さんが砕石をね持ってきてくれたから、これを入れつつ片目へのレベルを見の張り掛けのチグパクなにいなということで、今日は大体のねこの柱張りまでいけるかな、張りまでいけるらしいです。皆さんよろしくお願いします。頑張るぞ。やーれやれ。安全第一で頑張るぞ。丸太の骨組みまで終わりました。そうね。そこからあとこいつがまた入ったり入ったりとか。うん。だけど側の骨はできるよ。はい。何いね。あんたあれいね。かわいそうだな。朝だとちょっとまだベタベタしました。これいけ。お前くなるタイプじゃん。うわ、これ持たないけどわやじゃん。今日は朝一の作業内容は何するんですか。今日これを基礎ね、砕石を柱を入れた隙間に入れていきますね。レベルを見るとでもこう見るとやっぱちっちゃいね。小屋増築じゃもうすでにやれやれ、まあ、なんとかなるでしょう。え、砕石だけでどれかなるもんなん。もう入れていこうか。あ、高さを。何高さ。いや、ワイプあるよ。やれやれ。これじゃあ、これこんぐらい大丈夫なこれ隙間。もうあと詰めたらだいぶ強いと思うんですよ。あ、本当ですか。はい。入る。これぐらい。これでもうこの中詰めて。誰か、そう、来てる。おしゃおしゃ。よし。おしゃくり。いいんじゃない。手さん、どんかぶりこれやるんですか。気づかないし。では、かっこいいわこの映像は。太陽が真上に。野村さん一言お願いします。バッチリですか。バッチリです。 OK。 はい、オッケー。あ、どうすか。大須賀ホッチでございます。全然ない、ダメダメ。はい、やり替えでございます。やった。
だけ爪だけバーってしてたらみんなに。はい。はい。はい、一言。全然ダメよ。どういうことしんこちゃん。すぐ行ってきます。やれやれ。出直してきます。わざわざこの長野であるんだけど。どこしてたんかしんこ。大匂い棒こんなとこ使う。やったな。やれやれ。一応ブリンガーならな。教えたでハーモン爺様らは。3時だったらあーとかシューとか言い出すけどな。兄様が。燃費切れたでしょ。燃費が悪いでしょ。ガス欠や完全にもう。ガスに入れんじゃん。ほんま動けんしなったそれ。マジで。俺も怖いだよ。今日も素晴らしいのが出来上がりましたよ。さあ柱が立ち梁も終わり、素晴らしいです。やれやれ。はい、お疲れ様です。今日の作業は終了しました。今日は柱を立てて、あれ今日よね、今日柱を立て梁をつけてバッチリでございますよ。棟梁、明日はどうなりますか。明日あのもやを、もや、はい、なんすかもやって。貝殻かね。あれほやか。屋根の針です。あ、針、はい、いいね。屋根の針が何本？3本入って、そこからはどうなんの？あの屋根だるき、おお、クソタヌキ。はい、にあのコンパネを貼って、おお、はい、これ胸上げは持ち巻きをしますからね。で、宮司も呼ぶから。よしよし。ということで今日は終わりました。お疲れ様でした。
やれやれ。